はい、まず今田中さんに今のお気持ちから一言語っていただきます。お願いいたします。確かシャーリー・マクレーンだったと思いますが、アカデミー賞を何度も候補になって最後にもらったときに、私がもらって当然だと思うって言ったそうですが、まあ大体そういう感じです。4回も落とされた後ですから、ここらで断ってやるのが、礼儀といえば礼儀ですが、私は礼儀を知らないので、もし断ったって聞いて気の小さい選考委員が倒れたりなんかしたら都政が混乱しますんで、都知事閣下と、東京都民各位のためにもらっといてやるです。とっとと終わりましょう。はい、では質問をお願いいたします。じゃあ赤い女性の方。今回受賞された方は皆さん東京ではない方が受賞されたんですけども、就労待遇という構図はなかなか今回そのことに関しては感想はありません。他の受賞された方、ちょっと読んでないので分かりません。はい、質問大きな声でお願いします。はい、女性の方。今回の任命について僕は甘やかされているという表現を問われました。しかし今回、日本人の方はですね、圧倒的にこれまでの作品の中で良いという表現をされたように聞いていますが、この国という作品で芥川賞を受賞されたことも受け止めようですか？いや、最初に受賞して、1回目で受賞するのがそれ一番いいんで、5回目というのは間抜けです。はい、質問お願いいたします。終わりましょうよ、もう。じゃあ、その向こうの方、はい。田中さん20歳の頃からずっと小説、それは昨日も他のとこで喋ったんでもめんどくさいんだけど、今日も書かれた、はい、ちょっと意味がわからないんですけど、今の質疑が良かった、いい、終わり終わり。次の方。はい、じゃあどうぞ。ニコニコ動画と言いますが、田中さんなんか今までちょっと働いたことがないということがちょっと話題にもなっていると思うんですけれども、ネットの方ではですね、働いたら負けっていうところもちょっとあるんですが、例えば仕事のですね、見つからない若者やニートの方々に、例えばちょっとなんか一言あればいただければなと思うんですが。それは人によって状況が違うので、私が言えることっていうのはありません。ただ私は本を読んで小説を書いて、で作家になったというだけです。はい、他にございませんでしょうか。はい、じゃあどうぞお願いします。もし田中さんは携帯をお持ちでなかったと思うんですが、今日はどちらでどのようにして連絡を、都内の飲み屋で待っていて、なんかプリペイド式の携帯みたいなのを編集者が持ってて、それでです。受賞したという連絡はどなたかにされましたか？母です。お母様はどのようにおっしゃってますか？よかったね、おめでとうというだけです。はい、質問お願いします。決まったという連絡が文学振興会から会ったときにはどのようにご返答されたんですか？いや、頂戴しますというだけです。取ったことで今後自分自身で何かこんなふうに今度はやってみようとか、何かそういう新たな意欲とか、それともそういう気持ちの変化はないですか？気持ちの変化はありません。私は意欲はありません。使えなければどんなふうな気持ちの変化が、いや、だから気持ちは変わってません。
はい、お願いします。会見出てないんですが、改めてですが、下関という町への、生まれ育った町へのイメージ、思いというのを聞かせていただけますでしょうか。非常に乾いた町です。はい、どうぞお願いします。今回のご受賞で、書かれる場所、下関からこちらにいらっしゃらないかとか、書かれるスタイルっていうのは全く変わらないと考えてよろしいんでしょうか。それはまあ今まで通りだと思います。今日も明日も書き続けるということですよね。あ、はいはい、質問を大きな声でお願いいたします。はい、どうぞお願いします。第一声で、私がとって当然だというシャーリー・マクレーンの言葉を引用されて、おっしゃいましたけれども、お家の中でその当然という言葉の中に込めた思いというのをお伺いしたいと思います。いや、思いはなくて当然だから当然はい、他にございませんか。はい、はい、審査員のですね、例えば石原さんに何か言いたいことがあればだから今なんかおじいちゃん神道を作ろうとしてるんでしょ。だからその神道結成に勤しんでいただければと思います。はい、はい、お願いします。地元の下関や恩師の方とか喜び声も上がってるんですけども、そういった方々に向けては一言いただけますか。それは嘘ですね。私は教師に嫌われてましたから嘘、いや、それは本当の嘘です。それははい、お願いします。どうもおはようございます。私は昨日会見見たんですけれども、昨日より田中さんが支援に見えるんですけれどもいや、だからとにかくもうやめましょうよ。もう炎上さんがものすごく丁寧に答えてらっしゃったんで、なんか自分はもうそういうふうにはできないなと思って、ただ不機嫌にやってるだけです。お酒は少し飲まれていらっしゃいますか。ワイン2杯くらい機嫌が悪いとすると何がこれがはい、じゃあ機嫌が悪いということですあと1問か2問にしましょうか。どうぞお願いします。大きな声で質問お願いします。はい、お願いします。機嫌が悪いっていうのは、このたくさんの人の前に取れるのが苦手とか、そういうことなんですか。こういう場が好きな人間いないでしょ。政治家じゃないんだから。はい、じゃあ最後にいたしましょう。はい、お願いします。最近講演をなさる機会を増えてらっしゃるようなんですけれども、その辺の中、その喋ることが多いわけで、好きでないというようなところの話だったと思うんですけど、なんか心境の変化みたいな。いや、それはギャラが出るんではい、ではこの辺で切り上げてよろしいでしょうか。田中さん、ありがとうございました。